足痩せしたい人は今回の2種目のストレッチを身につけてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ということでクロスオーバーでハムストリング、バックランジツイストで前もも、体幹、上半身をしっかりストレッチできます。簡単ですので、ぜひね、エクササイズ前、お風呂上がりなどに30秒から1分ぐらいやってもらえたらと思います。ではまず紹介していきます。はい、まずクロスオーバーなんですけども、足をクロスさせます。そしたら前側にある足の方に上半身を倒していきます。この時に膝ができるだけ伸びたまま、まずは行ってください。指先をできるだけ遠いところに置いていく感じです。これで両方のハムストリングを伸ばしていきます。反対も一緒です。クロスして前足の方に指先を遠くに持っていって、まずは膝を伸ばしておきます。ぐーっと伸ばします。できるだけ息を吐いてください。で、今度はまた反対にした時に前の膝を少し曲げます。倒れた時に前の膝を少し曲げて、後ろのハムストリングを伸ばしていきます。反対も一緒です。前足の方に体を倒すんですけど、前足の膝を少し曲げて、後ろ足をしっかり伸ばしていきます。これを息を吐きながらですね、8秒から10秒間息を吐いてキープしてください。もう1種目はバックランジツイストです。これはバックランジ、足を離してランジの姿勢をとります。あまり膝が出ないように、後ろ足は近すぎないように、遠すぎないように中ぐらいです。体をひねっていきます。前足に伸ばした方に体を回していきます。手はこのようにしてですね、このまま上体を反らしながら伸ばしていきます。息しっかり吐きます。反対も一緒です。前足に伸ばした足の方に体を回していきます。もう一回ずついきます。出した足の方に体を倒していきます。ラストです。上半身を作って回して反ります。はい、 OK です。とっても簡単です。これでですね、ハムストリング、前もも、背中、肩、胸、しっかり伸ばせれますので、一個一個のストレッチするのが面倒だなって方は、これでいっぺんにね、もうほとんど伸びますんで、この2種目をね、覚えてやってもらえたらと思います。これ前ももハムストリングしっかり伸びますんで、スクワットをした時とかね、足のエクササイズをした時に足が張りやすい方にはね、とってもおすすめです。鍛えると太くなるよっていう方は、必ずこういったストレッチをまず行って、筋肉を伸ばして筋肉の収縮をゆっくりにさせてからエクササイズを行ってもらえたらと思います。ということで、今回はクロスオーバー、バックランジツイスト、下半身上半身しっかり一度で伸ばせれるストレッチの2種目でした。勉強だった方、頑張った方はグッドボタンやコメントよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。